皆さんこんにちは、 FS 男の藤谷です。今日はフィンガーフリップのやり方を解説したいと思います。フィンガーフリップっていうのは、フリースタイルの代表的なトリックの一つで、その名の通り指を使ってデッキを回転させて、乗るっていうトリックなんですけど、1回転だけじゃなくて2回転回したり180回したりサブロック回したりとかね、そのいろんな応用があります。ただ基本ができてないと、そういうとこいけないと思うんで、今日はもう本当の基本の基本です。止まった状態で1回転回して乗る、止まってやる1回転っていうのはもう本当に簡単なんですけど、そうは言っても本当の初心者がそれをいきなりやると、やっぱその回ってるデッキの上に飛び乗るっていう行為がね、結構怖かったりするんですよ。なので、恐怖心のね、克服の仕方というか、こういう練習から始めたら、意外とこうね、ステップアップしながらできるっていうようなやり方も含めてちょっと解説していきたいと思います。じゃあまずね、やり方の確認なんですけど、ノーズ側をこのように持ちます。でこの時親指が、上になるようにしてください。親指ね、たまにこう逆手に持っちゃったりする方いるんですけど、こうじゃないです。上に持ってください。でこうやる意味っていうのがあって、走りながらね、最終的にはこうやって走りながらフィンガーフリップするような形になるんですけど、でその時に親指下にこうやっぱり持つのはね、かなり苦しい体勢になるん で最終的にいろんな技やるんであれば、親指が上です。ここを持ちます。なんでここをね、間違いなくしてください。でこう力をね、加えながらこう上にこうジャンプしながらぐーっと持ち上げてくると、このぐらいの角度まで回ってくるんで、この辺りで手をねリリースしてあげます。パッと離す感じで、そうするとデッキがこういう感じで回ってくるんで、回転に合わせて着地するという感じです。で最初はその回ってるところに着地するっていうのは難しいと思うんで、回転だけをねまず覚えてください。どのぐらいの力で投げたらどのぐらい回るかっていう、その感覚をねまずはねマスターしてください。回転させたデッキにこうね、後ろ足だけ乗してみます。こういう感じ、こうです。でここまでできたらもうあとはもうめがけて乗るだけなんで、デッキの回転をよく見て着地してください。はい、はい。ということでフィンガーフリップいかがだったでしょうか。多分ね、今のやり方見て皆さんもこれならできるって思ったんじゃないかと思います。他にもね、180とか2回転とか、360度回したりするような方もいますので、これから、徐々にね解説していきたいと思います。なんでいいねとかフォローとかシェアとか、何でもいいんでしていただいて、次が出るのをお待ちいただけたらと思います。次が出るのがね、すぐどうも分かるみたいなんで、ぜひ登録の方ね、ピコッとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。